姫路市立水族館は、兵庫県姫路市の手柄山中央公園内にある水族館である。日本国内の水族館では珍しく山頂近くに、あり別名、山の上の水族館としても知られている。1966年6月12日に、手柄山の東側中腹に開館して以来、日本初の亀に触れることのできるタッチプール解説や、 海亀やオオサンショウウオの研究などで知られている。ハリマ地域の河川や海などに生息する生き物を中心に展示しており、餌やりの見学や生き物の実際の大きさや重さを再現した模型を設置したり、本物のカメの甲羅が背負えるなど体感ができるように工夫がされている。1996年から1999年にかけて部分的に耐震工事を行ったが、 施設全体の老朽化が進んでいたために全面的な改修を検討する。2008年10月31日から耐震工事と施設拡張工事のために一時休館し、その後の3日間は市民に無料開放された。2011年7月2日、耐震工事と施設拡張工事が終了し2年8ヶ月ぶりに再開された。施設の改修に際しては、 周辺の施設も活用しての大規模な拡張が行われ、敷地面積は4168平方メートルから8210平方メートルと約2倍に広がった。本館3階と新館1階は連絡通路でつながっているが施設入館口と券売は新館1階にある。合わせて、姫路市文化センター駐車場や手柄山第一立体、駐車場から エレベーターやスロープを新設し、車椅子利用者や高齢者も利用しやすくなった。入館料が、改修前の大人200円、小人30円から、改修後は大人500円、小中学生200円に変更された。また、ロゴマークが、姫路から亀が孵化しようとしているものに変更された。本館既存施設、地上3階、地下1階、屋上病トープ。 既存施設のうち特に老朽化の著しい部分は耐震補強の上で封鎖し、残りの部分は回収して主に、針間灘の生き物を扱う、針間の里海ゾーン都市、屋上にある旧市民プールあとはビオトープに回収し、太陽光発電用のソーラーパネルが設置された。新館手柄山交流ステーションの1階と2階部分、施設入館口、水族館券売。 隣接する旧姫路市営モノレールの手柄山駅を手柄山交流ステーションとして改装し公開するのに合わせて同駅の研修船跡を淡水の生き物を扱う針間の里地ゾーンとして拡張改装し本館にあった入り口券売が移設された青ミガメ、赤ウミガメ、ケズメリクガメ、ワニガメ、カブトガニオオサンショウウオフンボルトペンギンヌートリアゴンズイクマノミ 赤島白髭ビ飛びはぜカタクチイワシアリゲーターガー、エラブウミヘビ、ナマコなど観光関連施設の需要に関する分析、姫路市立水族館博物館の図鑑、2011年6月30日、閲覧。姫路市水族館だより、山の上の魚たち2009年3月号ナンバー54、改修工事のためタッチプールを閉鎖します。水族館タッチプールが、 リニューアルオープンします。小さいサメは、大丈夫姫路で、タッチプール人気、アクアフレンド募集、幸せ運ぶ白い生子姫路市立水族館、神戸新聞。ありがとうございます。